2022年4月9日、内灘町から津幡町へ続く約 4.5 キロの母恋街道の千本桜です。実際には1300本から1500本ほどの植樹がなされております。一直線に続きますが、車も大渋滞で一直線に続いております。河北型に千本桜が生えますね。なんと美しい。奥には立山連峰がうっすらと見えております。河北型を右に移動して景色を眺めると、白山も真っ白、金沢市内と一緒に白山連峰も見えます。真っ白です。奥には石川県庁。はい、足元を気をつけてバックすると内灘大橋。はい、内灘大橋です。内灘我が内灘。はい、金沢医科大学校もあります。はい、内灘大橋から母恋街道を眺めてます。桜満開です。